い、どうも皆さんこんにちは、ビルトです。というわけで今回はですね、キューブクラフトのスカイウォーズやっていきたいと思います。はい、というわけでキューブクラフトのスカイウォーズやっていくんですけど、まあ、コメント欄でね、キューブクラフトのスカイウォーズやってくださいっていうコメントがあったので、今回はね、そのキューブクラフトのスカイウォーズ、まあ、いつもはハイピクセルでやってるんですけど、今回はキューブクラフトでやろうかなって思ってます。というわけでソロ行きましょう。はい、というわけで、マップにやってきました。で、多分ねこれ一回やったことあるんだけど、結構ラグいってイメージがあった僕の中では。あとアイテムがなんかバカ強い時がある。あー、今回は弱い感じかな。なんかね、全部ダイヤのエンチャントとかついてる、試合とかがあったりしたんですけど、今回はそうでもない。真ん中もいっちゃいましょう。まあ、やっぱどのゲームでも真ん中のアイテムが強いっていうのはね、もう鉄則なんで。いや、怖えな。先手当てちゃえばね、大体勝てるんだよな。オッケー。とりあえず1キル。で、まあ、とりあえず下行って、もっと真ん中に行きたいな。あ、ここから行けんのね。オッケー。できれば、どんどん真ん中に行って、どんどんアイテム取りたい。ここから入れんのか？あ、もう死んでますね、早速人が。どこにいるんだ？まあ、とりあえずこの人行くか。ラグいな、オッケー。とりあえずまだ上にいるってことが分かった。うわー、やっぱね、気づいてるか。でもこれね、逃げて先手当てられるのが一番だるいんで、狭いな。とりあえずここスカイウォーズへの力を見せられないのではこんな狭いところだと。とりあえず登るやん、上に。オッケー。で、出よう、こっから。まあやっぱ上取るのがね、マジで強いんで。うまいんだけど、多分俺の方がうまかった。それは分かるわ。めっちゃ分かるわ。これな、何でもやってよ。まあまあ、それ倒しても倒しても終わりだけなんで、ミスしたくない。その人行っちゃおう。お疲れ。で、死亡ですね。とりあえず戦うしかない。オッケー、やりやりやり。残りその人かな。まあいけるべ、この調子なら。いけるね。オッケー、ジジイ。とりあえずね、1試合目で勝てた。はい、というわけで2試合目やっていきましょう。なんか、まあ、やっぱね、やって思ったことは、なんか、ハイピのね、スカイウォーズより長いね、一試合が。なんか、マップがね、結構独特ってのはね、あるかもしんない。まあ、なんか、僕が慣れてないだけかもしんないけど、なんかね、結構独特じゃない？チェストどこだ？もう1個のチェスト。全然わかんねえ。2個なのかな？じゃあもう真ん中行っちゃっていい系なのかな？行っちゃうか。いい感じかな。で、この人はもうやっとこう。やっぱ真ん中に行った人はやっとかないと、おもう やったっぽいですね。全然わかんねえ。倒したかすらわかんない。あの、キルの音がないから。この人いけるな。ここの人たち。どんどん突っていっちゃおう。オッケー。ごめんな。ごめんな、マジで。申し訳ない。その漁夫はね、マジで最低だったかもしんないけど、僕からしたら最高の漁夫だった。で、この人行くか。まあ、やっぱ釣竿がマジで大事なんで、オッケー。GG! このマップは秒で終わったな。はい、というわけで3試合目やっていきましょう。で、まだ人が集まってないのかな。てか、めっちゃ大人数だな、このマップ。ここで勝ったらマジかっこよくないか。でもマジで勝ちたいな、この試合。まあ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 、まあ、見た感じ勝てそうではある、一応ね。けどどうだろう、多分舐めちゃいけない。ちゃんとね、ちゃんとやんないと負ける。あ、神防具すぎる、これは。神防具、神、神。てか最初からこんな筋肉なんてもらっちゃっていいのか。オッケーかな。オッケー、落とした落とした落とした。とりあえずサボテンが邪魔なんでぶっ壊して、で、隣行っちゃおう。どんどん多分倒していかないとね、ダメだと思う。バッカ、あぶねえ、勝ちで。やばい、マジで。どこどこどこ、あんたどこ。
はい、というわけでラスト1試合やっていきましょう。いや、勝ちたかったんだけどね、さっきの試合。てか、またね、ワンチャン強い武器かもしれない、この試合。めっちゃ人数多い。おお、強い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 。待って。ってことはだよ。もうまたね、最強の試合ができるかもしれない。で、最初から金リンゴ16個あるなんてもうね、化け物だよね。普通に。オッケーオッケー、いいよ。で、どんどん取っちゃおうか。逃げたな。いけるかな。待って、ちょっと痛すぎる。この人止まってんな。お疲れ様でーす。できるこの人行きたい。バカバカバカ、マジで。その位置は落ちるって。はい、というわけで、もう勝てないので今回はここら辺で終わりたいと思います。